listening to Shibuya Cross FM. さあ、今週も始まりましたカラフルスタイルクロス、この時間からお送りしていきます。番組のパーソナリティを務めるなっちです。みきです。はい、ということでね、今週はみきと私の担当週になります。はい、お願いします。ね、ね、さ、最近ね、新しく、あの iPhone、 あの携帯を変えたんだけどね、なんかちょっと、あ、しまったなって思ったことがあって、結構最新の、割と最新目の iPhone12 ってやつにしたのね。で、まあなんか画質も良くていいなって思ったんだけど、なんか選ぶときに、なんかこう指で指紋認証で開くやつか、それとも顔認証どっちがいいですかって言われて、なんかまあ結局最新っぽい顔認証にしたんだけど、ちょっと困ったことがあって、あの電車とかさ、駅とかでこうちょっと携帯いじりたいときに、ログ入るときにマスクしてるからさ、全然認証してくれなくてあー、そういうことね。なんかなんかこうずらすわけにもいかないじゃない、なんか、何あの人、なんかコロナなのに出してみたいなさ、なるから、それがすごい不便だってことを気づいて確かにねかみんな結構ね、街中の人どうやってやってるんだろうな、指紋じゃない、みんな。じゃあもうさ、だったらめんどくさいから、もう自分の顔写真貼り付けとけばいいんじゃない、口元のやつ。それありだね。頭いい反応すんのか知らないけどね、なぜかね、プリントしてなんかそういうのあるよね。ちょっとやってみたら、表情が分かるようにっていうのですごい気持ち。でも目が真顔だったりするんで、怖い、すごい怖いわそれあ、でもちょっとありかもしれないね。どう、面白い、面白い、やってみなよ。そういうマスク作ってるとこあればね、ちょっと、いやでも恥ずかしいな、私作ってあげるじゃんそれをさ、街中でつける勇気ね。そうね、そこだけだと思う。そのストレス、携帯のストレスは解消できるけど、まあそれにね、周りからの視線に耐えれるかどうか。いや、その前にちゃんと認証してくれるかわかんないからね。まあそうね、ちょっと物は試しでね。そうそう、やってみよう。ちょっとミキちゃんの方で開発をお願いします。ミキちゃんの方でやってあげるわよ任せて。はい、ではね、まあじゃあそんな感じでね、今日も楽しくトークライブをお届けしていきましょう。はい、では早速番組スタートしていきます。はい、この番組は LGBT×○○ をテーマにセクシャリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストさんを迎えしてトークライブをお届けする番組です。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストさんのライフスタイルを通して未来をより明るく、そして明日がもっと楽しくなるようなスパイスをお届けいたします。 LGBT というのはレズビアンやゲイといった同性愛者の方、男女どちらも愛せるバイセクシャルの方、生まれ持った性別とは違う性別で生きることを望むトランスジェンダーの方など、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。この番組では随時メッセージを募集していますので、ぜひ感想ですとかご要望などお気軽にお送りください。ゲストさんへの、ね、質問もお待ちしてます。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp までお願いします。続きまして、番組スケジュールです。この後にレギュラーコーナー、今週の気になるトピックがあります。こちらのコーナーでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌ニュースなど様々な情報をご紹介します。続きまして、ゲストコーナー、クロスフレンズです。こちらのコーナーでは個性豊かなゲストさんを迎えしてトークライブをお届けするコーナーとなっております。3月のテーマは卒業できないことということで、はい、ゲストさんと一緒にね、お送りしていきます。本日のゲストさんなんですが、シンガーソングライターの天童清隆さんをね、お迎えして楽しく1時間トークライブをお届けいたします。LGBT って何とか、自分には関係ないと思っている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方にも聞いていただけることで、より素敵な人間関係の構築に役立つと思うので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後7時50分までの生放送です。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたします。ここでライフネット生命よりご案内です。あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度では同性パートナーの保障は不十分な場合があります。日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性カップルを結婚に相当する関係として認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えてはいますが、同性パートナーは財産相続をはじめ、さまざまな場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の時に残されるパートナーのために生命保険で備えておくと安心です。ライフネット生命では
2015年11月8日から同居期間など一定の条件のもと同性のパートナーを死亡保険の受取人にしていただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受取人に指定する場合、本人確認書類などの手続きに必要な書類に加えて同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する書面のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て2人で新たなステージへと歩み始めたとき気になるのがもしもの時のこと。詳しくはライフネットレインボーで検索してみてください。イケてるからあってブランディングマイバーゲンソーライトに照らされて踊る好きマイラーバー、まさかの誘いに記憶を預けて Funky Night I'm looking for you 見つめる線のその先には僕を意識してる、もしもそうならぶつかるふりして近づけたらもうあとはわかるよね。ないふりしてランディングマイラブアンピース不思議な魅力があるネスティマイラーバー、知らないことだらけ同じ気持ちならファンキーナイト You make me feel the way to what you think about 誰かの未来に君がいるなんては考えたくもない、もしもそうなら他に代わりはいない、素直に思えるあとはわかるよね。Sing this song for you, we like it good. 朝まで続くクロスオーバー、キラキラウィッシュのさ、最高のウキウキショータイム。 I can't give you my love, この気持ちは極彩色に光るパラダイス。 Can't stop falling in love, 嬉しすぎてシャララ。お送りした曲はアンダープレイヤーのクロスオーバーでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。続きまして今週の気になるトピックのコーナーです。はい、本日ご紹介するのはこちら。はい、埼玉県入間市市議選で細田智也さんが2位で再選されたというニュースです。3月14日に投開票された埼玉県入間市議会議員選挙で、4年前日本で2人目のトランスジェンダーの議員、世界初のトランスジェンダー男性の議員となった細田智也さんが、めでたく2位で再選を果たしました。細田さんは、20歳の時に性同一性障害と診断を受け、母親にカミングアウトをし、23歳となった2015年4月に性別適合手術を受け、同年6月に晴れて戸籍を女性から男性に変更しました。そして、2017年3月の市議選に立候補し、障害者や
高齢者らを含めた多様な声を市政に届けると呼びかけながら、うん、セクシャルマイノリティが悩みを一人で抱え込まず相談できるような制度を構築することを訴え、うん、定数22のうちの21位で初当選を果たしました。川上彩世田谷区議に次ぐ、日本で2人目のトランスジェンダーの議員、うん、そして世界でまあ初めてのトランス男性の、議員になりました。すごいですね。細田さんは1期目公約通り性的マイノリティのための相談窓口の開設並びに、標準設備をごめんなさい、標準設置を実現するとともに、うんうんうん、性的マイノリティについて市民に理解を深めていただく取り組みを強化するなどしてきました。今回の市議選では違いを認め合いお互いを尊重できるイルマエとスローガンを掲げ、うん、条例での同性パートナーシップ証明制度導入を目指すとも訴え、うんうん、選挙ポスターにレインボーカラーのハートと女性から男性へのトランスジェンダー議員という文言を入れ、世界初のトランス男性議員として選挙活動を行っていました。うんうんうん、はいはい、その結果前回は下から2番目だったのが今回は上から2番目という上位当選を果たすことができたとのことです。すごいね、かなり多くの、はい、まあ、今回その再選ということで、うん、より今より多くの、ね、市民から、うん、支持されて、うん、また再選をしたということでね、っていうすごいよね。すごい、しかも、ね、上川彩議員は、はい、実際にそのトランスジェンダーであることを公にして、ね、うん、活動されていて、うん、で日本で2人目のトランスジェンダーというところで2人目っていうのがね、しかもまた世界初っていうところに、うん、そうすごくびっくりしたんだけど、うん、なんか実際にこうやってその LGBT の当事者が議員さん区議としてね、うん、こう表立ってやっぱ市民の声を聞きながら実際にそういう相談窓口を設けたりっていうそのね、うん、こう声に寄り添うっていう風にこう取り組んでくれることがすごくなんか安心感につながるなってい う, う、ね、こう生活ベースでね、うんうん、実際になんかその入間市に住んでる方とかはね、あ実際こういう風に取り組んでくれてるんだっていうのが、しかも当事者っていうのがまた大きくない、うん、そのまあもちろんアライの方、うんうんうん、ストレートの方でもこう理解を深めてくれてっていうのってすごく本当大事なことだと思うけど、うん、やっぱりそのこう実際にこういうことが困ったっていうご自分のね、うん、経験をもとに、うんうん、よりなんかこう届くところにこうケアというかね、うん、できていくんじゃないかなと思うね、うん、ちょっとまたこれも一つね明るいニュースでした ね、うん、ね、はい、はい、ありがとうございます。うん、では早速続いてねゲストさんのコーナー入っていきたいと思いますので、次の曲をお送りします。ともねで LGBTI その壁を越えて。
送りした曲はともねで LGBTI その壁を越えてでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。続きましてゲストコーナークロスフレンズです。本日のゲストはシンガーソングライターの天童清隆さんです。お願いします。こんばんは、久しぶり、よろしく。いやいやいや、もうお久しぶりです ね、 ね、うん、1年半ぐらいはね多分経ってると思う、うん、経ってる、うん、そう、うん、だからあの清さんがあの東京を離れて、うん、そう、もう全国を回るっていうタイミングだったんだよね。そうだね、アドレスホッパーになりますって言ったのが一昨年の10月、うん、で、うん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 、本当にあの東京の家を引き払って、うんうんうん、もう全国各地を回ってこう、まあ、ホテルを転々としながら住む生活をしてたんだけど、うんうんうん、まあ、そんな時にねコロナになっちゃったから、うんうん、あ、そっかそっか、そうだよね、そうそう、まだ半年も経たないぐらいで、そうなの、ちょうどね、うん、そっか、結構大変な時期に ね、まあ、私だけじゃなくてね、みんな大変だったと思うけど ね、まあ、そうね、とは思うけど、うんうん、ね、なんかこう、なんか拠点を実際東京からこう移して、うん、やっぱその生活いざ始めようって矢先に、うんうん、なんかこうコロナ禍になってしまって、うんうん、その後なんかどうしてたのかなって思って、もうね、その間はそれこそやっぱり、うん、去年の頭ぐらいからね、少しずつそういったコロナで、はいはい、なかなか動きがその身動き取れなくなって、うん、ね、うん、で最初は実家に帰ってて、うんうん、で実家で3月4月5月ぐらい過ごしてて、うんうん、でその後実はあの愛知県の安城っていうところに、うんうん、私のSing for Joyっていうその、まあ、ゴスペルのワークショップみたいなものを全国でやってるのがあるんですけど、それにずっと来てくれた人が、まあ、お店をやるからそれ見に来てほしいっていうふうに言われてて、うんうんうん、でそれを見に行ってたら、うん、もう本当に入り口にもうでっかいディスプレイに私のミュージックビデオとかライブ映像がもう24時間流れてて、で中入ったらもうポスターが至る所に貼ってあったみたいな、うん、すごい、これ、うん、私のために作ったビルぐらいのもうすごい、あの応援してくださってて、うん、でそこの場所であのいつでも使ってくださいっていう風に言ってくださったので、うんうんうん、あ、じゃあここでもうライブ配信を毎日やろうと、うんうん、いうことで今実はあの安城に住んでるんですよ。あ、そうなんだね。そっか、まあね、時期が時期だから、まあ、ちょっとね、うん、拠点を一時的にその安城に置いて、うん、そっか、なるほどね、そうね、だってあの、うん、私もよくあのツイッターとかね、うん、あの SNS で拝見してるけど、うん、毎日なんか生配信して、しかも弾き語りすごいよね、やってるの毎日だよ、うん、今日までね、284回、で去年の5月からずっと続けてて、すごいすごい、そう、今日もこの放送の後に、うん、あの8時から近くのスタジオでまた歌のレストランっていうのをね、うんうん、やってますので、うんうんうん、ぜひよかったら、レストランね、うん、あれ時間的にはどのくらい、1時間とか、1時間、そうですね、1時間から1時間半ぐらい、うんうん、みんなのリクエストをその場であの即興で弾き語りで答えるっていう、ね、そうだって、なんか知らないというか、これなんか弾けないかなみたいなのとかってない？あのね、そういうのもね、果敢に、うん、勇猛果敢にチャレンジするという、あのだから最初ね、行き当たりばったりライブっていう名前でやってたのよ、うん、あ、うん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 、そう、もうだから間違ってもいいから、とにかくもうみんな聞きたいって言ってくれる曲をやろうと、うんうん、いうことでやってたんだけど、うん、もうあまりにちょっと弾けない曲とかは、うん、最近はちょっと避けてる。そう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 、これ危険だなってやつはちょっと避けて、遠くで、うん、そう、これごめんね、ちょっと聞いとくわ今度までとかって言って、うん、あ、でもいい、嬉しいね、なんかこれリクエストした曲、うん、ちょっとなんか今度ね、あのちょっと聞いて、なんか、ね、一生懸命探してるもん。そうそうそう、ね、ネットでね、今ほらコードと、うん、その歌詞が出てくるから、うんうん、それを見て、まあ、即興でこうね、あれすごいなと思って、いや、すごいよ、もうまさにレストラン、うん、そうだね、あの注文を受けて、そう、本当レストラン、しかも配信時間的にちょうど8時ぐらいだから、そう、だからレストランなのよ、いや、すごい、うん、素敵、ね、でなんかやっぱりほら、このコロナ禍でなかなかこうコンサート行けないとか、うん、ライブイベントとかもすごく減ってるじゃない？そうだね、うん、だからその好きなアーティストのコンサートもないし、うん、やっぱり音楽聴きたいって言ってもなかなか聴ける場所がない、うん、じゃあそんな中でみんなが聴きたいと思ってる曲をなんかこう歌うことでちょっとでもこう楽しんでもらえたらなっていう、うんうんうん、そういうので続けてるんですけどね、やめどころが分かんないっていう、そうなの、本当にやめどきいつなんだろうこれっていうね、続けて続けて、ぜひ続けてほしいよね、そんだけ続いてきた、うん、なんてなんかそれこそギネスとかね、うん、目指せるぐらいじゃない、うん、本当にね、だからそのうち申請しようかななんて思ってるんだけどね、ねえ、うん、できんじゃない、なんかちょっとね、うん、
ディナーでさ、なんかこう用意して、うん、家でゆっくりね、うん、聞きたいよね。いやでもね、まさにご飯食べてる時に、うん、ちょうどその時間帯だから、ね、そのキヨさんの見ながらご飯を食べるっていう、うん、そのそうディナーライフなんかね、BGM 的にこう聞いていただいても、うん、もう全然いいので楽しかったりするの、ね、いろんな楽しみ方があるよね、うん、それこそコメントとかしたり、ね、そうそうそう、うん、だからみんなそのチャットでコメントをして、うん、誰々さんこんばんはとかって、うん、そこでなんかこうみんな仲良くなるそうなんだよね。そうで、そなんか一つのこう歌のレストランコミュニティみたいなのが出来上がってて、そうなんかまた新しい人来たら、あ、うん、初めましてって言って、なんかこうすごくこうウェルカムな空気が、あ、そうなるのね。そうなんかゲ、ゲストさんとか言っちゃう違う違う、ね、うん、キヨさん の、 あのファンの方ってすごいなんかやっぱりね、キヨさんがこういう人柄だからだと思うんだけどね、すごいなんかあのライブとか行ってもあったかい方がすごい多くて、うん、ありがたいですね。だからファンの方同士でね、その配信っていうところを通じてなんかこうね、温かいやり取りがあるんだろうなっていうのを ね、 今ね、コメントしたことないからね。え、してよ、私ね、ちょっと今度してよ。一回もしたことないの。 何に対しても。結構そういうところであるよね、結構恥じらいがあって、うんうん、だから今度ちょっとなんとなく名前は違うけどちょっとコメントしてみようかしら。そういうさ、 YouTube って結構みんな名前違うからさ、うんうん、誰か分かんなかったりするんだけど、実はこの名前あの人だったのみたいなとか結構あるんだよ。あ、そうそうそう。でもあれだ、インスタライブは私ちょいちょいコメントしてる。そうしてくれてるよね、うん、あ、そう、分かってんだ、うん、分かってる分かってる、それは分かるよ。そうなんだ、インスタでちょこちょこね、実はコメントしてたんだ、ね、うん、知ってるよそれは。気づいてる、バレてるっていうね。ね、なんかライブもの形式もなんかだいぶ会場からこう配信っていう、生配信っていう形に変わってね、大変なこともあると思うけど、なんかこう変化、いい変化とかなんか感じることとか。そうだね、やっぱりあのライブだと、まあその場に来れる人しか聞けないっていうのが、今ね全国各地どこでもそのネット環境があれば聞けるっていうことは一ついいなと思ってて、なんかあとはね、みんなこう自分の都合のいい時間にこういいところで、いい場所で、自分がいる場所で聞けるっていう良さもねある。からそうだね、今後はコロナが落ち着いたら両方こう並行してね、やっていけたらいいなと思いますけど ね、 いや、それはみんな望んでるところだと思う、ね、遠方でなかなかねライブに来れないっていう方とかにもね、そうそうそう、聞いてもらえるから、本当になんか新しい一つの、ね、ツールとして、ね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあこの辺でですね、はい、曲を挟ませていただきたいと思うんですけれども、はい、こちらがですね、あの清高さんの We Are One、はい、はい、聴いていただきたいなと思います。もうこれね、かなり私たちとしても思い入れのある曲だって、もうナッチの結婚式で歌った曲じゃん。そうなんですよ、本当に生でね歌っていただいてっていう、ちょっとね思い出もこの後はあのお話しさせていただきたいなと思います。はい、はい、ではお聴きください。天童清高で We Are One。お送りしている曲は天童清高さんで We Are One です。
この曲は本当になんかね、うん、先ほど言ったんだけど、うん、まず私が急遽パートナーとね、うん、あげるってことになったの早稲田祭で の結婚セレモニーで、はい、キヨさんに登壇していただいて、うん、祝福の歌として歌っていただいた、うん、もうぜひお願いしますってね、うん、オファーをちょっとかけさせていただいて、いや嬉しかった本当に、もうまさかねなんかそこ で受けてくれると思わなかったから、うん、本当にねもう今でも忘れないです。あれはもう私もね、うん、2人のウェディングドレス姿をもう本当に脳裏に焼き付いてるから今でもうん、私は外から見てたから、ね、あそうよね、うん、あそっかそっかいたんだもんね。そうで We Are One もなんか、うん、その後の披露宴でもかけさせていただいたの。そう、うん、退場の時かなんかに、うん、そうだからやっぱりこの曲の歌詞が、うん、もうなんかすごいカミングアウトした時の記憶が蘇る。なんかこう、うん、あー分かる、そのなんかちょっとねなんか抱え込んでた気持ちとか、うん、でもそれがなんかこう開けてなんか今幸せな気持ちっていう、そうね、うん、なんか本当まさにキヨさんの、うん、こうカミングアウトというかね、いろいろ抱え込んできたけど今があるっていうようなね、本当そんな歌だなって思って、ミキもね、そう、結婚式の入場の前に、うん、私たちがまだ、うん、こう扉を開ける前に待っててもらってる間にかけさせてもらって、うん、いやー嬉しい、それ本当に嬉しい。ただ私たちはどういう反応を、まあ、来てくれてる方たちがどういう反応してるかって見えてなかったから、うんうんうん、後で動画を見させてもらったら、うん、みんな黙って聞いてくれてた。いやー嬉しいな、うん、私もねその場に参加してたから、うん、と思って、そうそう、始まりの曲としてはすごくいいなと思って、うん、やっぱりこうね、うん、心に残ってる曲、結婚式でやっぱりこうなんか、うん、なんだろうね、ストレートの方にとって、うん、まあ、もちろん結婚式という場だから自分たちのことを祝福してくれる、うん、理解があるっていうの前提なんだけど、うん、それでもやっぱりこの曲に込められた思いを聞いてもらって、うんうん、そう感じてほしいっていうね、うん、思いでちょっと、はい、使わせていただきました。本当にありがとうございます。なんかさ、やっぱりこう、うん、その結婚っていう結婚式にね、そこに来るまでにいろんな悩みとかがあったわけじゃない、うん、それこそ学生時代からずっと言えなかった思いとか、うん、やっぱりなんかそれがあって、うん、その相手と出会って、うん、その一緒になろうっていう、うん、そのこう経緯みたいのがもしかしたらこの We Are One の歌詞の世界とリンクしてるのかもしれないね、うん、本当にそうね、そう今言っていただいた通りうんって本当にそれっていうね、うん、嬉しい、ありがとうございます。いや作っていただいて本当にありがとうございます。キヨさん自身やっぱりその、うん、今までのそのカミングアウトの時のことを思い出して書いた曲なんですね。そう、だから学生時代ってまず悩むじゃん、うん、今日も実はね、ここ来る前に、うん、その茅ヶ崎の中学校に行ってちょっと講演をしてたのね、うん、講演とあと歌を歌ってたんだけど、うん、やっぱり中学生ぐらいの時からすごい悩んで、うんうん、それこそやっぱりね、自分がクラスメートの男の子のことを好きになったら、うん、やっぱりそれを絶対言えないし、うん、バレたらいじめられるんじゃないかとか、うん、あもうでテレビとかでそういうねホモとかゲイっていうことで、うん、なんかこうそれを笑いの対象にされたりとか、うん、っていうのを見てたから、これはもう絶対隠しておこうって思って、うん、言えないよね、うん、でその後、まあ、こういった歌の世界に入って、うん、人前にこう立って、うん、自分が歌ったりするときにやっぱりそういうふうに言われることも若い時あったんだよね、うんうんうん、今も若いんだけど若い時って言うのやめよう、もう本当に私たちそうそうそう、ごめんごめん、10代の時だからね、そうそうそう、うん、そうで、なんかやっぱりそのずっとそれを世間に言えなかったっていう思いがもう何年もあって、うんうん、でもそこからこうアメリカに行って環境を変えたことでもう誰も自分のことをそこで知らないっていうのもあって、すごくこう自分を表現できるようになって、うんうん、日本に帰ってきてね、カミングアウトして、うん、あじゃあ自分もこういったこう今まで悩んだ経験とか、うん、それを音楽に乗せて、うん、今も同じように悩んでる人のために歌おうっていう風にして作った曲が We Are One なんだよね、いろんなやっぱりなんか苦しかった思いとかがあったからこそのね、うんうんうん、本当キヨさんの今だと思うし、うん、それがねやっぱりこう温かいね、こうなんか歌詞として入ってる、うん、でもそうなんだよね、僕は変わりたいとかっていう前向きさがね、うんうんうん、本当出てて、いや本当改めて何回聴いても素敵
な曲だなと思います。いや嬉しい、ありがとう。でね、ちょっとここで、テーマがね少し変わるんですけど、はいはい、今月、3月なんで卒業シーズンということで、はいはい、今月のテーマが卒業できないことという、卒業できないこと、はい、なんかキヨさんの中でこれは卒業できないな、なんか例えばこう安心毛布ないと寝れないとかじゃないけど、はいはい、でもあります。どうしても直せない癖があって、うんうんうん、それ何かっていうと、貧乏ゆすり。意外、そうなんだ。これね、本当にやっちゃうの、気づかないときに。そうなんだ。で、ダメだな、直そう直そうと思いながら、なんか常にこうブルブルブル。そうなんだ。なんか今まで何回もね、その、あったり、それこそご飯食べたこともあったこと、全然分からなかった。あ、本当。で、特に冬の寒い時とかすごいやっちゃう。そう、無意識に体を温めようとしてるんだと思うんだけど。これなんか摩擦じゃないけど、振動みたいな。そうそうそう。でカフェとかいる時とか、うんうん、本当に一人でこう読書したりしてるとずっとやってる。そうなの。なんかこう集中したい時とかなのかな。なのかもしれないね。楽曲の制作中とか。あ、そう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 。歌詞書いてる時とかもずっとやってる。リズム刻んでるみたいな感じなのかな。でもね、早くない？あるかも。16ビート超えて。早すぎる。でもたまにさ、一人のね机とかならいいんだけど、長机とかでこう例えば肘をこうついてて貧乏ゆすりとかしてると振動がこうさ体を伝わって、みんなブルブル。軽い机とかだと揺れてる。え、だからさ、なんか分かる、そういう人いるよね。なんか振動なんか地震とかもするし、びっくりするの。そうだからね、ダメだな、直そう直そうと思いつつやっちゃって卒業できない。なるほどね、卒業できないね。確かに癖をね、直すってなかなか難しいよね。難しいね。ミキなんかあったりする？あのね、貧乏ゆすりにちょっと似てて、私もで、私は例えばさっきみたいにトピックを読むので練習、ちょっと練習してきてるの、これでも、で、その時とか集中してる時って大体足が大体こういう、じゃあ同じような感じ。16ビートじゃないの、全然、4拍子ぐらい。そうだね、そう、8ビートでもないの。そっちの方が難しそうだよね。こういう感じでいつも漫画やってる。そうなんだ。ブルーじゃないんだよね、なんかトントントンってやってる。そうなんだよ、なんか自分を落ち着かせるためになんかこうね、やってるんだろうね、多分。落ち着くリズムなんだね。こうなんかこう背中トントントンみたいにやられてるようなリズムだよね。実は今もたまにやってる感じ。たまにやる。下でトントントンとかって。見ちゃうよね。結構意外とね、そういう癖はね、なんかみんななんか聞いていったらたくさんあるだろうなって感じだね。そうかそうか。ね、キヨさんの意外なね、卒業できないこと。貧乏ゆすりね、ちょっと記憶しておきます。はい。じゃあここでですね、次の曲をお送りしたいと思います。はい、こちらは、天童清隆さんの曲で虹の向こうへです。はい、お聴きください。
りする曲は天童清隆さんで虹の向こうへです、はい、こちらの虹、アウトインジャパンってあのレスリー・キーさんがね、はい、あの撮影されているあの LGBT 当事者の可視化を目的とした、ね、あの壮大なプロジェクトがあると思うんですけど、はい、そちらのアウトインジャパンで先ほどね聞いていただいた We Are One が最初にあのテーマソングとして起用されて、はいはい、その次に今かけてるこの虹の向こうへもねテーマソングとして起用されてっていうね、うん、そうこれはねなんか私も運命だなと思って、うんはいはい、ちょうどこのアウトインジャパンを立ち上げるっていう2015年だったかな、その発起人の方とたまたまその知り合うことができて、うん、であの私今こういう曲実は作っててって言って、うんうん、あの聞いてもらったんですよ、うんうん、でその時はまだアウトインジャパンとかって話も出てない時だったんですけど、うんうん、聞いてもらったら、うんうんこれ今自分がやろうとしてるそのプロジェクトにぴったりだから、うん、ぜひ使わせてほしいって言われたんだけど、うんうんうん、実際その We Are One ってやっぱりこう、まあ、ある意味カミングアウトソングというか、うんうんうん、そのこれを出すことによって自分はもうカミングアウトするっていうような曲だったから、うんうんうん、作った時はねまだそれを発表するかって決めてなかったのよ実は。あ、そうなんだ。そうなの。でも自然とあの曲が出てきて、うん、それでそういったこう出会いがあって、うん、あこれはもうそういうふうに導かれてるのかなと思って、うんで、うんうん、ウィアワンをまあ提供させていただいて、はいはい、でその後に第2弾をやるっていうことでまたその曲の依頼を受けて作ったのがこの虹の向こうへ、うん、そうだったんだ、うん、だよね。そう前回ご出演いただいた時も虹の向こうへ、うん、そう、かけさせていただいて、うん、ねなんかまたね、うん、ウィアワンと違う、うん、そうなんかすごいね、こっちもやっぱり前向きな気持ちになるし、うんうん、こう温かく包んでくれる、うん、本当虹が見えるのこう、うん、聞いてるとなんかね、うん、その We Are One から一歩進んで、うん、そのカミングアウトした後の自分で、うん、その、ま、人生をこう歩んでどんな風に感じたかっていう、うん、その自分がこれが自分ですっていう風に素直になれて、うん、素直にそれを表現できて、うん、なんかこうそういう世界がどんどん広がっていったらいいなっていう、こう願いを込めてこっちは作ってる感じなんだよね。だから虹ってこうよく多様性の象徴って言われるじゃない、うんうん、だからそのもうそういう違いとかそれを超えていこうよっていうことで、うんうん、虹の向こうへっていう、そういう意味が込められてたんだ ね、なんかこう、うん、もっとなんかワンステップツーステップ先の未来へのね願いを込めた曲、うん、そうそう本当に、うん、ねえ、ありがとうございます。で、あのその2015年に We Are One、うん、We Are One が起用されて、はい、で、まあ、その次はね、うん、この虹の向こうへってことで、うん、今2021年なんでそれからもうかれこれ5年以上、うん、そうだね、カミングアウトしてから5年経ってるね。そうだよね、うん、あそうか、そうだね、なんかどうですか、あっという間だったなって感じ。そうだ ね、 ね5年って結構大きいけどなんかね、うん、不思議なのが、うん、もうカミングアウトしてからの人生が濃すぎて、うんうんうん、なんか悩んでた頃の自分がすごく遠くに感じる、うん、遠くにのはあるかもしれない。なんかわかる気がする、うんうんうん、結構目まぐるしくいろんなことが輪が広がって経験も増えて、うん、出会いも増えて、うん、っていうのがね、この5年間凝縮されてた感じですかね。そうだから、うんうん、なんだろうな、今は本当に、うんうん、ね、まあ、大変なこともあるけど、うんうん、やっぱり言えなかった頃の自分と比べると、うんうん、本当にこう幸せだなって思うことも多いし、うんうん、ありがたいなって素直に思える、うんうん、から、うんうん、私の場合はもう本当にオープンにしてよかったなって思いますね。うん、うん、ね、なんか私ちょっと今日ね久しぶりにちょっとお会いして改めて感じたのが、うん、その去年20周年、うん、活動20周年を迎えて、うん、まあ、今21年目に入ってると思うんですけど、うん、なんかこう天童清隆って改名されてから、うん、またなんか清さんの今までなんか私も見たことがなかった、うん、なんか自分らしい一面みたいな、なんか雰囲気もね、うん、なんか変わったな、オーラもまた違うんだよね。すごく感じる。髪が伸びたからかな。あ、それも確かにね、髪の毛もあるけど。髪の毛ね、今ね、ナッチぐらいないけどね、ミキちゃんぐらいある。うん、あ、本当、うん、結構長いね、そしたら。結構長いの。そうなの、下ろすと。そう、なんか今までなんかね、うん、爽やか青年みたいなところから、またなんか、うん、ね、それこそさっきちょっとミキとね、話したんだけど、うん、なんか、
お母さんみたいなこう寛大な母性が出てきて、そうなんか寛大なね心を感じるってなんかこう、うん、そう包んでくれる感じの雰囲気がね伝わってくる。まだお母さんになる前にこう恋人を探したいんだけどね。そこね、そう、そこなの。みんななんかこう息子みたいになっちゃうとね。いやでもね、その天童っていう名字も実はこう私あの仏教とか結構好きでそういう本とかね読んだりしてて、今その天っていう言葉と道っていう言葉がなんかすごく自分の中でしっくりきて、であのお天道様って天童って書くじゃない。あ、はいはいはい。だからなんかこうデビューした時から今まででなんかその音楽の伝え方だったりとかなんかその活動がやっぱりこう変わってきたなと思うんだよね。今はこう自分一人の思いっていうよりもなんかいろんな人に伝えたくって、いろんな人と一緒にそれを共有したいっていう思いがすごく強くなって、それでこうアドレスホッパーになって全国各地回って、その実際にその人たちと会って一緒に歌って、なんかこう笑顔の輪を広げていこうっていうことを今やってるから、それってなんかこうある意味こうみんなを照らしていくような、そういった活動だなっていうふうに思って、それはなんかこう天童っていう名前って象徴してるなと思って今回あの付けさせていただいて、それで、ね、そっかそっか、ね、確かになんか本当キヨさんの人柄にすごく合ってるなっていうのも、今のあの何由来とか聞いてすごいなんか思いましたね。嬉しい、ありがとう。すごく温かい人、温かい、そうだからなんかそうだよね、キヨさんってなんか本当に人と接することがすごい心の底から好きなんだなっていうのをやっぱ話してても音楽からもすごく感じるし、でいろんなその施設に行ったりとか、ね、で本当になんかいろんな方とのコミュニケーションをとって、その中でますますなんかキヨさんらしさ、優しさとかがなんかどんどん育まれ て、 それをなんかみんなにこうなんかこう循環してるというか、そうだ、ね、そうだから、ね、自分ももらってるのよ、自分もみんなから吸い取ってるの、ある意味。あら、まあ、そうそうそう、みんなから吸い取って、でもなんかそれをこう自分の中で倍増させてまた返すみたいな。あ、まだ、あ、それはすごい。なんかねそんな感じ、循環してる感じがする。なんか大地みたい、じゃあ一回浄化されてからまた戻ってくるみたいな、そう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 、自然吸い取ってここで増幅してまた返すみたいなね。確かに確かに、ろ過装置みたいな、ろ過装置で余計な不純なものは全部流してね。それダメだわ。でもすごく母性にあふれる感じがしたなって思った。うん、ね、またこの先もどんどんね、なんか新しい企業さん、なんか常にこう進化し続けるっていうところがね、またこれから秋っぽいのよ。でも秋っぽいの、そう、秋っぽいから、なんかその自分自身をアップデートしていかないと飽きちゃうんだろうね。そうなの、こうなんかね、やっぱ成長することを持ってるって、それさ、すごく素晴らしいことだなと思います。なんかね、その方が人生こう、なんか楽しいっていうか、やっぱりこうずっと同じことをやる美学っていうのもあると思うんだけど、なんかいろんなことしたいじゃん人生って。そうだね、だからその自分自身のこともそうだけど、周りの環境とか、今の例えばコロナっていうねことがあって、そこからもこう人間って影響を受けたりするじゃない、そういう中で自分がいつもこうその世の中との接点を探しながら、なんかこういい風に変わっていけたらなっていうのは思ってる。ちょっとここでですね、聴いていただきたい曲がもう一曲ございまして、では早速お送りしてよろしいでしょうか。天童清隆さんで We Are Not Alone です。どうぞ。
ただいまお送りしている曲は天童清隆さんで We Are Not Alone です。はい、じゃあこちらの We Are Not Alone で、うん、リリースされたのって割と去年とかなんですね。そうですね、うんうん、この曲リリース自体は、去年の3月ちょうどだから1年前にしたんですけれども、うんうん、実は作ったのは、うんうん、東日本大震災が起きた年だったんですよね。あ、うん、で2011年ですね。そう、2011年で、うん、私実はその時ニューヨークにいて、うんうん、で実家が仙台で海沿いの蒲生っていう地域だったので、うんうん、ニューヨークにいた時全くその家族とか友人と連絡が取れなくなってしまって、うんうんうん、でも何かニューヨークでできることがないかっていうことでこの曲を作って、うんうん、ニューヨークのストリートで仲間と一緒に歌いながら募金活動したりとかしていて、うんうん、でずっとこう震災復興のいろんなイベントだったりとか、うんうん、あとは仮設住宅を回りながらこの曲を歌ったりしてて、うんうん、なのでライブではずっと歌い続けてきた曲、うんうん、でその去年なんでリリースしたかっていうと、うん、やっぱりコロナで自粛生活が長引いたりして、うん、すごくこう孤独感を感じる方が多かったんじゃないかなって思ったんですよ、うん、で私自身も本当にこう、うん、人と会えないとか、うん、なんかすごい自分って世の中に必要なのかなとか、うん、やっぱりそういうふうに思う瞬間がすごくあって、うんうん、だから何かそこで音楽で皆さんにこう元気とかあと一人じゃないよっていう思いを届けられないかなと思って、うん、それで去年の3月にリリースした曲ですね。そうなんだけどね、確かに、でも本当にこのコロナ禍で辛い思いしてて、まあね、私も実際にそれでなんかこう清さんのこの曲をね、SNS で見かけて、あーってすごいなんかこうジーンとね、なんかちょっと涙出てくるような、本当そういうなんか温かさ、愛とか勇気希望っていうところをなんかいただいた一人なんで、ね、本当になんかそういうみんなの勇気につながる曲、あとはちょっとほっとこうなんかこう寄り添ってくれるような曲をね、なんか本当もう常にね作られてる清さんに本当に尊敬の念しかないなって、ありがとうっていう気持ちでいっぱいです。いや、こちらこそです。もありがとうですよ、ありがとうございます。はい、でここでですね、清隆さんの方から、ご案内があります。お願いします。はい、そうですね、今歌のレストランというのですね、はい、20時から毎日やっております。はい、はい、こちら私の天童清隆オフィシャル YouTube チャンネルで、うんうん、20時からやってます。で時々20時ちょっと過ぎちゃったりもするんですけど、うんうん、まあ、20時15分ぐらいまでには大体始めているので、はいはい、ぜひ何か歌ってほしい曲とかがあればこちらで、うんうん、チャットのところでリクエストしていただければ私がもう弾き語りでもうどんどん答えていくので、お、うん、歌聞きたいなっていう方はね、はい、見に来ていただきたいなというのと、はい、あとは Sing for Joy というのをやってまして、こちらの全国各地で、はい、さっき言ったゴスペルスタイルのワークショップをやっていて、まあ、歌が大好きな人はですね、一緒に来ていただいて、で各地のいろんなイベントで歌ったりとか、それこそレインボープライドとかね、うん、あそこでもメンバーと一緒に大きいステージで歌ったり、あとは一昨年、国際フォーラムで、それこそミーシャさんとか、ユーミンさんとかと一緒のステージで歌ったりとか、はい、そういうこともやってますので、オンラインでも参加できるので、ぜひ。オンライン参加もあるんですね。そうなんですよ、オフラインでやってるのをズームでつないで、うんうんうん、皆さんのお家だったりとか、はいはいはい、都合のいいところでその動画を見ながら一緒に歌うっていうことが、わあ、そういいね、なんかこの、ね、行けなくても気軽に参加できるっていう、素敵なシングフォージョイ、ね、はい、私も実際それこそ、東京レインボープライドのステージ見させていただいて、うんうん、やっぱりなんかそのキヨさんがこう歌ってだけじゃなくて、そのメンバーの皆さん、うん、今300名ぐらいいるんです。大体全国で、うん、すごいよね。いや、 やっぱりね、すごい臨場感があって、もうなんかかっこいいなって。実は何回か行かせていただいてるんだけど、そうすごい楽しいの。そう、でもまた来てよ、ぜひね。行くわよ行くわよ、ね、もうチェックしてみてください、うん、はい、ということであっという間の時間でしたけれども、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、本日のゲストはシンガーソングライターの天童清隆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお二人お疲れ様、ありがとうございます。それでは皆さんまた来週、バイバイ、はい。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたしました。